皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。またこの始まりだよ。デジャブかい、どっかで見たことあるぞいということで、本日もね、玉ねぎ行ってみたいと思います。本日はね、みんな大好きドライカレーですね。はい、ドライカレーを作っていきたいと思います。はい、それではですね、いつものように玉ねぎをね、まずみじん切りにしちゃいましょう。はい、それではですね、ネギ玉ですね、みじん切りにガツンガツン足らないかとね、やってまいりましょう。で、今日用意していただくのは、野菜はあとピーマン、こんな感じだね。ピーマン、人参、ニンニクね、もうこれ冷蔵庫の余りもんで全然 OKOK、ベリー OK ですね。まあトマト入れてもね、結構美味しくできます。ちょっとね、トマトないんで、このね、ネギ玉、人参、ピーマンですね。はい、これだけでね、作っていきたいと思います。あとね、ひき肉入るよ、今日は。ひき肉ね、やっぱドライカレーっつったらひき肉だろうみたいなね、感じではないでしょうか。はい、それではですね、これ全部ね、みじん切りにガッツンガッツンパラライカとね、していきたいと思います。もう毎日玉ねぎ食ってるね、体に良さそうだね。それでは全部ね、みじん切りにしていきたいと思います。はい、ネギ玉ですね。ネギ玉の方がみじん切りになりました。まあまあ粗いけどね、こんなもんでオッケーオッケー、ベリーオッケーではないでしょうか。はい、それでは続いてね、人参もみじん切りしましょうか。どうしようかな。じゃあまず薄切りにする。こんな感じ、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 こんな感じ。はい、そうしたら形がちょっとあれだね。まあいっか。はい、こんな感じ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 。はい、そしたらね、あとはね、みじん切りガツンガツンパッカライナですね。ガツンガツンパッカライナとね。はい、皆様も調理中にもうガツンガツン、最近では言っちゃってるんじゃない？あぶねー。言っちゃってるんじゃない？もうそれはもうまさしくマカチューでーす。ところね。ガツンガツンパッカライナ、ガツンガツンパッカライナとね。はい、こんな感じで、まあ、不揃いの人参たちみたいなね、感じでこんなもんでよろしいんではないでしょうか。はい、今のところね、こんな感じになっております。紅白でちょめでてんじゃねえこれみたいな、おめでとうみたいな、ね、感じではないでしょうか。はい、そうしたらニンニクだね。はい、ニンニクの方もね、みじん切りしていきましょう。ガツンガツンパッカライナですね。はい、こんな感じで、お願いいたしますとね。はい、こうなったらこれもボウルの方にね、バッツンバッツンパッツリーナとね、入れておきましょう。はい、今のところこんな感じです。はい、そうしたら最後ですね、はい、ピーマンね、ガッツリーナとね、指でこうガッツリーナと穴開けてもバンとで、種を捨てるとね。はい、種を捨てると。はい、これもね、みじん切りにしていきましょう。はい、ガツンガツンパッカライナですね。はい、ガツンガツンパッカライナとね、はい、こんな感じで、お願いいたします。そしたらピーマンだけは別容器にね、入れといてください。やっべー、なんか外がすごい騒がしいと思ったら小学校の集団下校、もうみんなで見てるよ、怖いよ。もうじゃあこれら持ってフライピンコーナーの方へゴーしましょう。はい、ただいまですね、フライピンコーナーの方にやってまいりました。フライピンですね。はい、まずバター入れますかね。はい、バターを入れて、おいしょとね。はい、こんな感じでお願いいたします。そしたらね、添加一発ですね。はい、中火ぐらいでいいかな。はい、そしたらね、もうお肉入れちゃいましょう。ガッツリなどポンポン、あれ、あ、ポンポン、あ、来たねこれ。はいはい、はい、そしたらね、まずお肉にね、完全に火通しますよ。はい、ガッツンガッツンパッカライナですね。あ、ガッツンガッツンパッカライナとね。はい、ここは完全にお肉に今日はね、火通しましょうね。あんまり強火でやっちゃうとバター焦げやすいんでね、中火ぐらいでジュンジュンジュジュンジュジュジュンジュンと感じでね、お願いいたします。はい、そしてね、このお肉に下味つけます。このお肉の重量の、はい、皆さんもうお分かりですね。はい、 1% のお塩入ります。あ、パッカライナとね、ソルトの雨が降るぜ、ソルティーレイカイーってことね。
はい、それではね、まずこのひき肉の方を完全にね炒めてしまいましょう。はい、お分かりになりますでしょうか。お肉の方にね完全に火が通りました。そしたらね、先ほど切った野菜ですね、はい、ネギ玉&人参ですね、はい、これをガツンガツンパッカレーなんて入れてね、はい、これでお肉と一緒にね炒めていきます。はい、あとはね、人参とネギ玉、火にじゃない、人参とネギ玉に火が通るのを待ちたいと思います。あ、ガツンガツンサッカーライナーですね。まあ、この辺だったら強火でもガツンガツンやっちゃってください。ガツンガツンサッカーライナー、ガツンガツンサッカーライナーですね。はい、だいぶ混じったんじゃねこれみたいなね感じですね。はい、それではね、完全に火を通しちゃいましょう。まあ肉もう火通っちゃってるんでね、あとは玉ねぎも人参もさ、こう生で食えんけどね、まあ、とりあえず、まあ、ドライカレーというね、まあ、火を通して甘みを出していきましょう。はい、お分かりになりますでしょうか。お野菜とお肉ですね、炒めること2分ぐらいかね。はい、こんな感じになりました。そしたら一回ここ火止めちゃおうかね、味付けするんでね。はい、それでは味付けに入りましょう。まずケチャッピーオチャッピーですね。はい、ケチャッピーオチャッピーバッツンバッツンバッツリーなんですね。はい、それからウスターソース、まあ、中濃でもとんかつでもバッツンバッツンとね、このケチャップとソースの割は1対1ぐらいでお願いしますね。はい、そしたらね、ドラッキーペッピーバンバンとね、はい、香り出し入ったよこれ。はい、そうしたら赤缶ね、まあ、これが決め手だよね。でこの辺のちょっと結構まあまあ辛いんで、赤缶もこれ調整しながら、味見しながら、ちょっと肉とか玉ねぎ食いながら、これは俺にぴったりじゃんっていうとこポイントを見つけて仕上げてください。はい、それではね、もう一回火をつけましょうね。あとはガツンガツンパッカダイナとね、ドライカレーというのもジョライカレーというのね、この汁気がなくなる程度までね炒めて完成となりますと。はい、そうしたら隠し味ね、うん、お醤油少々ね、パッツリーナと。はい、それでね、ガツンガツンパッカダイナと炒めてまいりましょう。ちょっと味見してみようかね。はい、ちょっと味見入ります。よいしょ、うん、カレーが足んないね、ガツンガツンと、うん、はい、こんな感じでね、こういろいろ足しながら味見して、お、これ俺好きな味だっていうところでね、止めてくださいね。はい、そして辛さ出しね、辛さ出しってことで一味唐辛子少々ね入れてください。まあカエンペッパーでもいいけどね、一味だったら大体ね家にあるんで、まあ、七味入れちゃうとちょっとごまが黒ごま入ってるんでね、なんかちょっと見た目的にどうなのっていう感じなんでね、うん、できたら一味の方がいいです。まあ俺見た目気にしねえ、黒いクツクツ入ってもいいんじゃねえカレーにっていう方はね、七味唐辛子ガツンガツンパッカレーだけで入れてくださいね。はい、ガンガンガガンガガガンガンと、はい、ちょっと味見してみましょうか。玉ねぎ甘いね、いただきます。もうちょっと爽やかさ出しちゃおうかな。はい、ブラッキーペッピー少々とね、まあうまいね、ガツンガツンパッカライナとね。はい、こんな感じでほぼほぼ汁もなくなってきたよねってことね。で、あれどうしたのってことだよね。そうです、ピーマンです。でピーマン先に入れちゃうとちょっと汚くなっちゃうんで、最後ね、仕上げの時にパッカライナとね入れてください。でまたね、フリ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 リンロンとね、でピーマンにやや火が通ったぐらいね、まあ完全にいっちゃってもいいんだけど、まあまあやや火が通ったぐらいでね、ピーマンの味も美味しく出るんじゃないってことですね。はい、あとはフリフリフリンコフリリンロンとね、はい、だいぶ汁気もなくなって、ちょっと強火でいっちゃおうかな。はい、だいぶ汁気もなくなってまいりましたね。ガツンガツンパッカライナーですね。ガツンガツンパッカライナー、ガツンガツンパッカライナー、まあこの小気味いいリズムだよね、ガツンガツンパッカライナーね。はい、こんな感じでお願いいたしますだ。はい、もういい感じだね。はい、それではね、これで完成とさせていただきましょう。はい、それではライスにこれぶっかけて、まあ間違いないよねこれもね、食してまいりましょう。はい、火は止めて焦げちゃうからね、ガツンガツンパッカライン、ガツンガツンパッカライン、ね、余熱でも結構ねこれ
焦げちゃうんで気をつけてね、うん、このままこのコンロの上とか置いとくと、あれ知らねえね、焦げちゃってるよこれ、真っ黒黒つけかいってことでね、ならないように注意しましょう。はい、それではね、名刺にぶっかけてテーブルに運んで食してまいりましょう。はい、テーブルの方にですね、ドライカレーですね、運んでまいります。それでは早速ね、食してまい、りましょうかね。最後に紅塩ね、それからピクルスみじん切り、添えさせていただきました。でちょっとね、ライスの方にちょっとパセコですね、ちょっとシャレコツにしてみました。はい、それではね、早速いただいてみましょう。熱そうだよ、これも今日もいただきます。うん、あっこ、うん、うん、あっこ、うん、あっこ、うん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 、あっこ、うん、あっこ、うん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 、まあうまいね、まあうまい。この玉ねぎの甘みだね、うん、人参の甘みね、で最後に入れたね、ピーマンのほろ苦さ、うん、それらをソースとお茶っぴーとカレー粉がぐるんとまとめていい味に仕上がりました。隠し味のお醤油も忘れないでくださいね。いただきます。うん、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 今日は玉ねぎとピーマンと人参だけで作りました。まあニンニクも入ってるけどね、うん、ニンニクあんま入れちゃうとちょっと何、ニンニクカレーみたいになっちゃうの、その辺ちょっと注意してくださいね。うん、一かけぐらいで、うん、隠し味みたいな、うん、うん、うん、うるさいよみたいなね、うん、隠し味系でね、ニンニクは使ってください。はい、いただきます。そしてね、もう好きな野菜入れちゃって構わないです。あの冷蔵庫の野菜ボックスにもうすげえなんかいろいろちょっとずつ残ってんだよなみたいな、例えばキャベツ入れちゃってもいいし、白菜入れちゃってもいいし、ネギ入れちゃう、ネギどうなの、まあネギ入れても平気だな、うん、炒めれば甘くなっちゃうんでね、うん、本当に残るトマトとかね、本当に入れると美味しいです。うん、本当に残り物のね、お野菜ガツ、ごぼうとか入れちゃちょっと違っちゃうかな、大根とかもちょっと違っちゃうかな、うん、ごぼうと大根はやめた方がいいね。うん、あとはもうね、うん、ほうれん草入れてもいいしね、うん、小松菜入れてもいいしね、うん、本当に冷蔵庫整理でぜひね、やってみるのも一つの手かもしれません。いただきます。うん、うん、やっぱカレーがうまいな、うん、ほんと美味しい、うん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 、いただきます。うん、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 で、ちょっと子供に食べさせたいのがあんま辛いのはねっていう方は、あのまあ一味唐辛子は入れないでも全然 OK です。うん、カレー粉のね、赤缶の辛さだけでスパイシーな味だけで全然 OK ですし、うん、そしてね、ブラックペッピーとかも入れなきゃ入れないで全然 OK ですね。うん、辛いの苦手な方はね、ブラックペッピー&一味唐辛子、これはもう入れないで OKOK です。うん、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 で逆に俺もっとカレーの食いてよって方はね、一味唐辛子とかね、うん、カエンペッパー、それからブラックペッピーですねの含有量どんどん増やすね、うん、こんぐらい辛いのが好きだよっていう感じでね、食してみても結構だと思います。では、うん、うん、おいしいね、うん、おいしい、たまらんね、うん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 、玉ねぎカレーも美味しかったけどね、うん、ドライカレーも甘み出すね、ほんと新玉ねぎっていうのはね、出ます、うん、うん、うん、おいしい、たまらんね、うん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 、はい、ということで本日も最後で無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。うん、本日はですね、ドライカリーの作りですね、ドライキャリーの作り方、これね、動画にしてみました。本当にね、余り野菜とね、ひき肉があればもうバツンバツンバツンとね、できてしまうので、ぜひね、お試しくださいませ。うん、そして皆様に一つ、お願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマークピョー入れていただければ幸いかと思われます。はい、そしてですね、ちょっと先駆けて次の何ビデオ何が出るのとか、あとまかない屋の一日の行動とか、まあ、そういうの知りたい方は、まかない道場ツイッターでね、ツイッター検索でまかない道場って、ね、入れてくれれば、
私のツイッターが来ますんで、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。良い一日をお過ごしください。マッシブルーフッハー。じゃあね。